北宇治高校卒業生、永瀬莉子。上京する拓也くんを駅まで見送りに来た私は、駅にあるコーヒーショップで、出発までの時間を過ごしていた。外では珍しく雪が降っている。飲まないのか？飲むよ。珍しい。え？今日はココアか。いつもは抹茶なのに。そうだっけ。東京、明日は晴れるって。そうか。京都は明後日までは雪が降るんじゃないかって天気予報の人が言ってた。海側じゃないと雪なんてめったに降らないからちょっとびっくりしちゃうよね。本当だな。うん。管楽器のリペア師になる夢を叶えるために東京の専門学校へ進学する拓也くんと、京都にいる私とは会う機会もめっきり減ってしまうだろう。拓也くんが上京すると決まった時も、お二人なら絶対大丈夫ですよ。今の時代に距離なんて関係ないって。後藤先輩のこと大好きなんですね。先輩たちが一緒にいないなんて想像できないです。そう言って低音パートのみんなは私たちのことをいつも温かく見守ってくれた。辛いこともあったけど、大好きな恋人、素晴らしい友人たちと出会えて、これ以上は何もいらない私は本気で思っていた。拓也くんのスーツ姿、かっこよかったな。なんだよ、いきなり。拓也くんのお母さんも言ってらっしゃったよ。立派になったなって。体が？それもあるけど、多分それだけじゃないよ。拓也くんがスーツ買いに行くとき、私も連れて行ってもらったでしょ？その時にお母さんと話してたの。母さんたち、変なこと言ったか？変なことって、例えば？俺の悪口とか？言わないよ。拓也くんの家族はみんないい人だから。お姉さんたち、一人暮らし心配してるんじゃない？あの人たちはそういうのとは無縁だから。そう？拓也くんのこと信頼してるんだね。信頼っていうか、放任？俺よりも莉子の方が大事らしい。私？莉子ちゃんみたいな子は絶対大事にしろって。いつも大事にしてもらってるよ。うん、うん。照れると目をそらす癖は相変わらず。告白された時もそうだった。1年生の時、二人きりで初めて帰った日に、公園のそばを通り過ぎた頃。二人で帰るのなんか変だね。ああ。明日も晴れるって。そうか。それで。うん。あのさ、永瀬。ん？どうしたの？急に立ち止まって。俺、永瀬のこと好きだ。付き合ってほしい。好きの部分だけ目をそらす仕草に心臓がキュンとはしゃいだ私は、気づけば首を縦に振っていた。時に祝福され、時に冷やかされても恋人という関係を続けてこられたのは、拓也くんが私を好きでいてくれたからだ。ありがとうね。何が？私のこと好きって言ってくれて。礼を言われるようなことじゃない。俺はただ思ったことを言っただけだ。それが嬉しいな。そうか。これハンカチ。涙。ごめんね。笑って見送ろうと思ってたのに。
でも2年辛抱したらいいんだもんね。俺、リコ以外の人とか考えられないから待っててほしい。ううん、待てなくなったら私から会いに行くから。ありがとう。もう、タクヤ君まで。はい、ハンカチ。刻一刻と出発の時間が近づいてくる。私たちに残された時間は、未練を断ち切るには短かったけれど、将来を誓うには十分だった。